材料となる鰹節鰹だしは味噌汁などに用いられる。鰹だしとは鰹枯れ節、本枯れ節、または鰹荒節から抽出しただしのことである。旨味成分イノシン酸を豊富に含み、同じく旨味成分のグルタメン酸を少量含有する。吸い物、茶碗蒸し、煮物、そばつゆ、味噌汁など様々な日本料理に使用される。単独で用いられるほか、昆布だし、干し椎茸から抽出しただしなどと共に用いられることもある。動物由来の食品であるため、精進料理への使用は控えられる傾向にある。鰹荒節は、生切りにしたカツオを摂氏90度程度のお湯で1時間半ほど煮熟し、骨抜きして6から15回ほど香るして水分が 20% 以下になるほどまで乾燥させたものである。市販のカツオ削り節の約 80% がこの荒節にあたる。この出汁は、イブシ臭に起因する香りが強く、魚っぽい濃く味わいがある。荒節に以下に述べるような加工を施したものが、枯れ節である。荒節を1日程度天日で干した後、数日間冷暗所に放置して湿気、タール、脂肪分などを浮き立たせる。これを削り取りながら、形を整え、室温摂氏25度摂氏26度、湿度 84% から 85% のカビ室に入れる。すると夏なら16日から17日程度で、ペニシリウム属の青カビが生えてくる。この、一番カビのついた節をそのまま2日程度天日干しし、その後ブラシでカビを払い落とした後、風通しの良い日陰で放冷する。これを再びカビ室に戻し、今度はぬくもりのあるうちに2番カビをブラシで払い落として放冷する。さらに、カビ漬けを繰り返す場合もあるが、約3ヶ月の時間をかけてカビ漬けを2回以上繰り返してできたものが枯れ節と言われる。その出汁は、タールや脂肪分の除去により魚臭さが弱まり、乾燥による凝縮と、カビ漬けによる発酵で荒節の出汁よりもコクが強い。枯れ節をさらに、カビ漬けと乾燥を繰り返し、新たなカビが生えなくなったら、本枯れ節の完成である。カビ漬けは、通常では4番カビまで、長引いた場合でも、6番カビまで、約6ヶ月をかけて完成する。カビの種類は、アスペルギルス属のグラウカス、ルーパー、レーペンスなどの両性のカビになり、鰹節の水分は 15% 以下になる。本枯れ節から取った出汁は、乾燥による凝縮と、カビ漬けによる発酵がさらに進み、よりコクが強まる。鰹節は 0.1mm 以下の薄削りから 0.3mm 以上の厚削りまで、様々な厚さに削られ、厚みの違いによって、出汁にも違いが出てくる。花鰹に代表される薄削りは短時間で出汁を抽出できるため、一般的に香りがよく上品なと表現される出汁を取ることができ、味噌汁や吸い物など汁そのものを飲み干す料理に適している。厚削りは出汁取り専用の鰹節で長い時間をかけてじっくりと出汁を抽出する。長時間化にかけることによって香りは多少弱まるが、深みのある出汁を取ることができる。薄削りと比べて、水溶性の成分は同程度であるが、アミノ酸などの旨味成分が2割程度多い。蕎麦やうどんのつゆ、煮物など、比較的濃い味の料理に適している。鰹だしには、1番だしと2番だしがある。1番だし2番だしは、主に鰹だしについて、こう表現することが多いが、昆布、椎茸などの他の食材の出汁においても1番目に取った出汁は1番出汁、2番目に取った出汁は2番出汁である。以下に述べるのは、カツオの1番出汁と2番出汁の取り方の一例である。なお、出汁を取るではなく、出汁を引くという言い方をすることもある。材料薄削りのカツオ節 30g 水1リットル、1、鍋に水を入れて加熱し、60摂氏85度になったら火を止める。鰹節は60摂氏70度で一番香りを抽出しやすく、摂氏85度前後が一番旨味を抽出しやすい。2、鰹節 30g を入れて1から2分置く。鰹節が鍋底に沈むのが目安。なお、厚削りの鰹節を使用する場合は、摂氏85度を保って、加熱を続け、出汁が取れた頃合いを見計らって3の工程へと進む。3、ザルに布、またはキッチンペーパーを置いてこし、1分間置く。絞ると、えぐみが出るので、絞らないのが基本である。材料1番出汁の、出汁殻、30g 分水 500ml 追いがつお用の鰹節 20g1。鍋に1番出汁の、出汁殻、水を入れ沸騰させる。2、沸騰したら弱火にし、5分間煮出す。3、追いがつお用の鰹節を入れ、さらに2分間煮出す。4、ザルに布、またはキッチンペーパーを置いてこし、1分間置く。好みによって軽く絞る。鰹節の出汁殻には多くのタンパク質が残存する。工場で圧搾したものでは乾燥換算で約 90% のタンパク質が残存していることがわかっている。出汁殻は砂糖や醤油で調味して、佃煮に、また調味してごまなどを加え、いるなどして半乾燥、乾燥させ、ふりかけにするなど、食用として再利用されることも多い。ペットや課金、家畜などの餌として使用されることもある。ありがとうございます。